北上国は日本の古代において、山とまたはエゾの地を美化して用いた語。大払い言葉では、山との北上国として、山とを指すが、日本初期傾向期や、日立国風土期では、エゾの地を指し、山とから見た東方の辺境の地域のこと。尺日本期は、北上国が大払いのノリとの友人無統制以前の山とであり、 日本初期傾向期や日立国風土期での日本穂高島政治の日立国であることについて平安時代の日本気候園の金持式を引用し四持高党の地、位、北上国か指に付可子と一緒のいい耳としているがこの解釈については古来より様々に論じられている例えば津田総吉のように実際の地名とは関係ない空想の地で 日の出る方向によった連想から来たものとする見方もある。神話学者の松村武雄は、北上は日の上のことであり、大原井のノリでは、天村降臨のあった日向国から見て、東にある大和国のことを日の上の国と呼び、神武統制の五王権が大和に移ったことによって、北上国が大和国よりも東の地方を指すごとなったものだとしている。また、 日高を見るということでは、異論はなく、日高は日立の意味を持つので、日立国風土器にある、篠田軍については、日の出を見る地、ということではないかともされ、旧国名の日立は、日高見道の天下とも言われる。その他様々に言われているが、いずれにしろ、特定の場所を指すものではないということでも異論はなく、ある時の王権の支配する地域の東方。 つまり日の出の方向にある国で、律令制国家の当然とともにその対象が北方に移動したものと考えられている。北上川という名前は北上に由来するという説もあり、平安時代には北上川流域を指すようになったともされている。母親戦争直後には北海道11カ国制定に伴い日高国が設けられ、現在は 北海道日高振興局にその名を留める。近代地京介は、金持識が四持高藤の地とするのを批判し、北上川は北上に由来するという説を唱えている。高橋富夫は、この北上とは日の下のことであり、古代の東北地方にあった北上国が山との国に併合され、日本という国号が奪われたものとしている。 歴史書などの資料による裏付けがあるわけではないが、いわゆる東北学のテーマとして話題になっている。ありがとうございます。